ジャニーズの呪縛を打ち破れ。ナンバーアンダーライン愛、独立からわずか1年で世界の頂点へ。滝沢秀明、プロデュースの真髄。ナンバーアンダーライン愛の成功に見る、彼の戦略と手腕の全貌。2023年10月、突如として音楽シーンに現れた新人グループ、ナンバーアンダーライン愛。 元ジャニーズ事務所所属の3人組が、滝沢秀明社長を率いる戸部プロダクションのもと、新たな船出を果たした。その船は瞬く間に加速し、日本のみならずアジア、そしてアメリカへと航路を広げ、今まさに世界の海を駆け巡っている。彼らの快進撃は、単なる偶然ではない。そこには、メンバーの強い決意、滝沢社長の警眼。 そしてファンとの強固な絆という三つの大きな要素が絡み合っている。ジャニーズ事務所という大きな組織を離れ新たな道を歩み始めた三人。その挑戦は決して平坦なものではなかったはずだ。しかし彼らは夢を諦めず自分たちの信じる道を突き進んだ。その背中を押したのが滝沢秀明社長の存在だ。 彼はジャニーズ時代からメンバーの個性を深く理解し、その才能を最大限に引き出す方法を模索してきた。そして、トベプロダクションという新たな舞台で、ついにその力を存分に発揮することとなった。グループ名、ナンバーアンダーラインアイは、滝沢社長のこだわりが詰まったネーミングだ。シンプルでありながら力強く、そして何よりグローバルに通用する名前は、 まさに世界を目指す彼らの決意を体現している。その名の通り、彼らはデビューからわずか1年で、世界を舞台に活躍するグループへと成長した。メンバーの中でも、ひときわ輝く存在が平野翔だ。その抜群のルックスと確かな実力は、グループの人気を牽引する原動力となっている。インスタグラムのフォロワー数400万人超えという数字が、 彼の絶大な人気を物語っている。しかし、彼の魅力は外見だけではない。ラジオ番組、スクール・オブ・ロックでのファンとの交流に見られるように、彼は常にファンを大切にし、寄り添う姿勢を貫いている。このファンへの愛こそが、彼の、そしてグループ全体の大きな魅力となっているのだ。ナンバー・アンダーライン・アイの楽曲は、 滝沢社長の手腕が光るものばかりだ。デビューシングル、ゴートや、大人の恋心を歌ったバラード、ブローユアカバーなど、どれもファンを魅了する楽曲ばかり。さらに、ファンとの絆を深める新たな試みとして、楽曲投票サービス、優先音楽配信サービスがスタートした。ファンの声がダイレクトに反映されるこのシステムは、 グループとファンとの距離をさらに縮めるものとなるだろう。4月には、アメリカの大型音楽フェス、コーチェラ2024に出演し、世界中のファンを魅了した。また、平野翔は韓国の人気ヘアケアブランド、ワンジュンギョヘアーの広告キャラクターに就任。その美しいビジュアルが話題を読んだ。国内外での活躍は、 彼らの勢いがとどまるところを知らないことを示している。ナンバーアンダーライン愛の快進撃は決して偶然ではない。それはメンバーの強い決意、滝沢社長の警官、そしてファンとの強固な絆という三つの要素が絡み合って生まれた必然の結果だ。彼らはこれからもその勢いを落とすことなくさらなる高みへと進んでいくことだろう。しかし、 彼らの前途が常に明るいとは限らない。かつて一世を風靡したグループ、キンプリも、様々な困難に直面し、結果的に分裂することとなった。ナンバーアンダーライン愛もまた、今後様々な試練に遭遇するかもしれない。しかし、彼らは、キンプリとは違う。彼らは自分たちの夢を信じ、それを実現するために努力を惜しまない。 そして何より彼らの周りには彼らを支えるファンがいる。ナンバーアンダーライン愛の未来は彼ら自身の手で切り開かれていく。彼らはその強い意志と才能、そしてファンとの絆を武器に世界の音楽シーンに新たな風を吹き込むことだろう。その未来が輝かしいものであることを願ってやまない。ナンバーアンダーライン愛の活躍は 日本のエンターテイメント業界に新たな可能性を示している。彼らはジャニーズ事務所という巨大な組織から独立し、自分たちの力で道を切り開いた。それは日本のアイドルグループにとって大きな一歩となるだろう。ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らの才能と努力はもちろんのこと。滝沢秀明社長の存在も大きい。彼は ジャニーズ事務所で培った経験と知識を活かし、メンバーの個性を最大限に引き出す戦略を展開した。そして、トベプロダクションという新たな舞台で、その力を存分に発揮することとなった。滝沢社長の警官と戦略、そしてメンバーの才能と努力、そしてファンとの強固な絆。これらの要素が絡み合って、ナンバーアンダーライン愛の快進撃は生まれた。 彼らの未来は明るく輝かしいものであると信じている。最後に皆さんに問いたい。ナンバーアンダーラインアイの今後の活躍にどんな期待を抱いていますかそして彼らはどんな未来を切り開いていくのでしょうか彼らの活躍は私たちに多くのことを教えてくれる。夢を諦めずに努力することの大切さ、仲間との絆の重要性。 そして新しいことに挑戦する勇気。ナンバーアンダーライン愛の物語は私たちに勇気と希望を与えてくれる。彼らの音楽は国境を越えて人々の心をつなぐ。その歌詞には夢や希望、そして愛が込められている。彼らの歌声は時に力強く、時に優しく私たちの心に響く。ナンバーアンダーライン愛は 単なるアイドルグループではない。彼らはアーティストであり、エンターテイナーであり、そして夢を追いかける若者たちの象徴だ。彼らの存在は私たちに夢を見ることの素晴らしさを教えてくれる。彼らはこれからも進化し続けるだろう。新たな挑戦を続け、より高みを目指していくことだろう。そしてその過程で、 彼らはさらなる困難に直面するかもしれない。しかし彼らは決して諦めない。彼らは夢を追い続けることを決してやめない。ナンバーアンダーライン愛の物語はまだ始まったばかりだ。彼らはこれからどんな未来を切り開いていくのだろうかそれは彼ら自身の手にかかっている。しかし一つだけ確かなことがある。 それは彼らの未来が明るく輝かしいものであるということだ。彼らの活躍は日本のみならず世界中の人々に感動と希望を与えている。彼らの音楽は国境や文化の違いを超えて人々の心をつなぐ力を持っている。彼らの存在は私たちに夢を見ることの大切さを教えてくれる。No. Underline I は まさに新時代のアイドルグループだ。彼らは従来のアイドル像にとらわれることなく自分たちのスタイルを貫いている。彼らの音楽は常に進化し続けており聴くものを飽きさせない。彼らのパフォーマンスは常に全力で見るものを圧倒する。彼らの成功は決して偶然ではない。それは彼らの才能と努力、そして 彼らを支える人々の存在によるものだ。彼らはこれからも進化し続け、より多くの人々に感動と希望を与えてくれるだろう。ナンバーアンダーライン愛の物語はまだ始まったばかりだ。彼らの未来は無限の可能性に満ちている。彼らがこれからどんな活躍を見せてくれるのか、とても楽しみだ。最後に、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーにメッセージを送りたい。これからも自分たちの信じる道を突き進んでください。そして多くの人々に夢と希望を与え続けてください。私たちはこれからもずっと応援しています。